はい、でも今回はまたライフイズストレンジ2をね、やっていこうかなと思います。前回は、えっと、ダニエルが、まあ、いた、いた、教会教会っていうか、あ,あの、ジェイゴブ君。キャンプ地であった信仰の強い子。じゃ、あの子と、あの、この右にいる絵のやつね。あの子の故郷の地である宗教色が強い地で行って、ダニエル取り返そうとしたけど、ショーンがちょっとこう、 強く当たりすぎて、まあ、強制退治させられたとそこに現れたのがまさかの母別れてしまったあの時の母ー今帰ん今帰んのかいいやそれ何それ一回走ったら帰ろよそうこのカレンカレンかな母ちゃんが来たっていうね いきなりカちゃんンがよっていう。一旦ジェイコブ通るかなと思ったんだけど、俺は。いきなりカちゃんでした、正解は。え、結構いいホテルじゃん。は何これあ、何これ見たのかあ、何こ、ね、これ何これ何これいこれ何これだ何う。何何か何何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 だ何何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 何 綺麗だなあの人が作ったのかほんとだてっきり思い出としなかと思ったけどそういうわけではないんだな調べたし調べちゃおうのくのはよくないけどまあ母ちゃんだしなまあいいかちょっと母ちゃん学習したってことか学習したってことか母ちゃんどうやって金稼いでんだろう 本当に見たものを書き留めるのが好きなんだな何これ何これ <laughs> 何これ読むかこれ読まなくてよくないこれなんかちやんでないこれ普通にやんでるよななんかパッと見たけどやんでるよこんなこと書かねえもんノートにちやんでるよこの国 そうだよなあまあそこがまずちもうサイズ感が違うもんな日本と日本日本 <laughs> インドネシアおかしかっちゃったけどいつかは全部読みたいね確かに言ってもだって一番売れてる本なんでしょう確か世界でまあ当たり前っちゃ当たり前だけど売れるっていう捉え方もどうかと思うけどもはやタブレットおすげえ 何これ112708これ使っていいの母ちゃんいや違う違う違う112これ母ちゃん使っていいこれやったテクノロジー様々だ<は>めっちゃ英語だなついていけねえわ <laughs> 新しいの始めましょうでもダニエルに たどり着いたんじゃないの多少いのや違うな。この教会のことを調べたのか、とりあえずは。いや、長いって。最低評価の宿。だけど、誰にも見つからない。ベッドの寝心地ゃとても悪いけど、値段は汚い安い。プールがあるけど、死ぬほど汚い。よくね、別に、十分だろ、このサイズ。わがままが過ぎるわ。 すぐおってさ。お<っ>、<laughs> どうだかイなら使ってね。ジェイコブ連絡し年もほっといて今シ母親で。マかティアスさんへ。ジェイコブと言います。カロシアー子供たちのダニエルうん、まだ起きて。ジェイコブどうなんだろうでもね。ジェイコブはどういう意図を持ってダニエルを連れてきたのかっていう。まあもちろんショーに会いに行くっていうのもあるだろうけどさ。 本当だ。なんでここいうホテルあんの絶対儲かんないだろう。頭悪いんか。絶対儲か,ない儲かないだろう。パーキングエリアみたいな感じじゃん。位置的に。まあ、アメリカ規模でかいからな。そっかそっか。が擦れてす日本と違うもんな。痛い痛い痛い あの普通に横断するのに何時もかかったりすんのかあの人は昔から古臭いのが好きだったそらホテルいるかアンジャーへの思い出の写真があるんでしょショーンとダニエルのてか電話はあれ入る入る出るじゃないのああなるほどねいいモショーンいいごめんごめんごめんショーン出よう <coughs>

母ちゃんもう何も見るもんないよんなんか今あったな違うな母ちゃんいや話さないと分かるけどさタブレットで書けるの母ちゃんだけど助けて母ちゃん電話どうすればいい母ちゃん母ちゃんの電話使っていいんかこれなあ電話じゃあ,ああこっちかあこれね ここでかけんのってかホテルの電話って電話できんのそれ大丈夫それかかんの内戦じゃないのそれって、はい、ジェイ君<っ><っ>んショ、えっと、ーンだえ、ね、ああ母ちゃんがいるんです 待てそのダニエルは待てって無理だろ ?Why do my slanchi? 待てっていや無理があるって。ジェイコも多分追われてる身なんだって言ってたじゃんだってお前と会う時もさなんか。 俺はここのやり方が気に入らなくてねって言ってたじゃん、ジェイコブ。絶対ジェイコブ反感して、どっちかって敵対寄りなんだって。ショーン、感じ取ってやりなよ。俺が覚えてんだからお前も覚えろよな。あ、寝れそうじゃないこれ。待とう,うか。じゃあ、お母ちゃん。待ってる間ちょっと休もう。戻ってくんのかな まあでもお母ちゃんもあれ若い時の若い時の写真だからな写真だったからあれなんだろうなちょちょっと老けてんなと思ったけどそうかただいま遅くなってごめん店が混んでてなんかちょっとなんか初めてってこれ久しぶりだな,なんか骨折れてない親親と関わるのはら荒っぽいからああ平気ダブルチーズ ちょっと距離感あるよなまだなダニエルはともかくショーンは結構ねえ憎んでたもんなどっちかっていうと母ちゃんのこと大きくなったっしよ傷のためのガーゼと抗菌薬もあるわ使って ガツガツしすぎ。ゆっくり食べな。心配か。まあねえ。<laughs> あのさ、そういうのいいよ。今更すぎ。十三歳の頃、俺が足を折った時、どこにいた？だくさつだよな。<laughs> おなりで寝てたたたのはあんたじゃなかったどこにいたなあ教えてくれそう,そうだな。そうね。それじゃあ、少し話しましょうか、これから手を組むんだし。あかった。俺は所詮第三者だからさ、やっぱりどうやって無事でいたの母ちゃん最高だけど、やっぱショーっからしてそうか。 オシのノカゲレスオシェノカゲレスえシェノカゲレスオ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 シェノか知ってほしいの。カければ。 て。母ちゃん、まあまず順番にコ順番にね。ニれじゃ、なんで家を出た。妻や母でいることが、辛かった。何年ものいそうあるように頑張ったけど、<laughs> 幸せにはなれなくて、あるキコが、耐えられなくなった。なるほど。それが理由。 正直でよろしいわ。マジかよ。恋に落ちて家族を作ったの自分の判断だろう。ババそうなるのも分かるああ。選んだからって自分を騙し続けられるとは限らない。ダニエルを産んだ時あなたは7歳でガレージが繁盛しだした。そういう変化の中でふと自分の人生を見失ってるんじゃないかってそう思ったの。 でもとても辛い決断だった二度と会えないかもってそう覚悟してたから父さんは知ってたこのこと父さんは正直に話したわ夫婦セラピーも受けたけど問題だったのは私 <laughs> なちょっと強気に行こうか。父さんはあんたよ,りもよっぽど大人だった。ままそうだろうあんたのこと聞いても好きな生き方をしてるだけだって。それは本当よ。どんだけ自己中なんだよ。ねばだ、んでるねバだね。なしてるんだ。住んでるのか。い,いえ。住んでるのはアリゾナ。 へショーン言ったでしょ。ジェイコブが私のシ書箱に手紙をくれたのダニエルが危ないって危ないってんありそうななんだそりゃ。なんであんな岩だらけのとこに居場所を見つけたのニューヨークはあんまり合わなくて <laughs> まぁ、あ、都会会なんか田舎かみたいな話だろうな多分な <laughs> もう十分だよ どうしようもなかったの人生は一度きりだから後悔で染めるようなことはしたくなかった何年も自分を騙してた世間の期待に応えることで幸せになれるんだってでもそれは間違いだった今は理解できないかもねでもあなたを忘れたことはない今更だけどあなたたちを傷つけてしまって わかったよ。俺もおたえなろうや、ション。確かにムかつくかもしんないけどね。過去を変えられないそんなあたり、ライフイズストレンジというゲームはいかがでしょうか主人公マックスはなんと過去に戻ることができるんです。時間を戻すことで過去をやり直すことができる。 そんな面白いゲーム、Life is Strange、ぜひともあなたにお勧めします。お母さん、ぜひとも、やってください。すごい、でもなんか、儲かんのかな、まあ、さっきも触れたけどさ。あと、実感できてないしさ、そのアメリカ横断のその感覚がさ、二日三日かかるかかる、まあ、とは思うけど、大陸の大きさ的に。 母さん、め寄りすぎやって一人にしてくれやちょっとは言い,たいことがあるなら聞くから来んの早すぎるわ母さん距離感おかしいよ母さんもうちょっと時間置いてよじゃあ家を出たあは話し返しよ何夢って 挫折した大切なものを探すための貴重な時間になったけどアワウトすぎるよ私にとっては大切なものじゃなかったそれだけ正直だねー、母ちゃん今の社会が求めるような人生設計って苦手なの学校仕事結構縛られちゃうもんな私,の親は私にも同じルールや信仰を求めてきた 頑張ったけど、自分の人生を見つけたくなった。そうだよな。自分の力で。家族、宗教、社会規範。それって本来保険みたいなものでしょ。でも私にとっては、<coughs> 豪華な足かせだったから。逃げるしかなかった。後悔してないみたいだな。後悔は。ないみたいだな。 ただショーンと似てる部分もあると思うよ一緒じゃんこういうとことかすっげえいい話そうん,んかテンションさありすぎじゃないこれ二つ何これど,ど,どういう話すのお前いい話だな皮肉マジだろうと言うけどでも人は誰だって 本当の自分でいるべきよで思い出せしちゃお,お前もキャンプの時そんな感じだったじゃん思い出せよ、まあ、出てった理由はわかるでもなんで連絡しなかったんだそこ大事だね確かに誕生日すら何もなかったただあなたたちを過去に縛りたくなかったっ忘れたかったんじゃない一時的にさ我慢した まあ、結局その、やっぱ子供にやっぱ囚われちゃうからさ変わんないんじゃないやっぱその自分一人でいてもさ、結局子供のこと考えちゃったらあれじゃん縛られてんのと一緒だからおかげで前に進めたええならよかったちょ、大人になるうも大人になるための選択肢選ぶわじゃあ会いたくなったことは父さんや俺らにもちろんあるわあの人が恋しい 素敵な人だった。そうだなあ。雨の日でも。明るくできる力を持ってた。<laughs> でも、何よりも辛かったのは。うん、あなたの成長。をこの目で見られなかったことね。親ですね。一緒にいろいろしたな、なにこれ。昔を思い出すな。自転車の乗り方を教えてあげ<ら>たり。ちょっと。 バンクーバーの近くにキャンプに行ったり。そう覚えてんのよ、母ちゃん。二人でさ。夜空が好きだったわよね。ちょっと母ちゃん覚えてんじゃん。カリフォルニアでは夜空をよく見たよ。涙者もんだよ、これ。夜空は南に行くほど綺麗なのよ。だこいつ、小さいよお前ら。どうでもいい。あんたって。おきらだな。俺らの苦しみも。分かってな、いんだろう。 分かってるからここに来たの。そうだろうよ、確かに。あなたたちを助けたくて、今動かなければ後悔すると思った。あら。何？タバコ買え。その姿見せるのよくないだろうか、あちゃん。タバコをもらう。 俺も大人になったんですよ。母ちゃん。母ちゃんなら、母ちゃん止めてくれても構わない。どうよ。なあ。一本くれよ。ね<っ>。あら。別にいいわ。これがやっぱね。ちょっとタバコっての嫌だけど。<laughs> 酒の方がいいけどね。えー そのライター懐かしいあそっか話,話題できた話題できたのの、ね、話題ができたぞ唯一の形見だよいや表情柔らかいけどね少年だいぶあの人にはやめろって言われてたまあ、体に悪いもんな早死にしてほしくないって言って <laughs> 人生って皮肉なものよね 父さんも前に吸ってた時々ね私たちがたまに喧嘩するとポーチでタバコ吸って気を沈めてたうそうするとあの人も吸いに来るの父ちゃんかっけえなあそれで一緒に眺めた夜空や飛行機を懐かしい俺もライラと同じことしてた ポーチに座って。ただ時間潰してさ。ポーチって何?。親友だったのね。そうじゃなきゃ、一緒に座って。ただ静かに世界が動くのを眺めるなんてできない。<laughs> ポーチに座るって何?。入れ物のイメージしかいねえけど、ポーチって。じゃない、ライラと良い,い関係ってことっすか、母ちゃん。ライラってあいつだろ。え、プールめっちゃ綺麗じゃん。 中に戻ろう誰だ低評価をしたやつえそう、ね、まあまあいいんじゃないいいんじゃないいい関係じゃんなんかあるんじゃない心動かすものがあったりしないこれってってならないこれあ違うい。 分かってるでも、ダニエルのために今回は私を信じてめっちゃ接していくんな。分かってるけど難しい。でも、ダニエルのために協力すべきだな。<laughs> やれるわ。じゃあ、どうする ジェイコブとお合いましょう。彼は教会について詳しいはず。ああ。さっき電話したよ。明日会う予定だ。よかった。あと、これ買っておいた。えよし。目やらないと。ああ。それやってあげようか。母ちゃん甘えちゃう。ああ。 正直でも一人で一人でやっぱやるよりやっぱいやーごめんグロいかな母ちゃん母ちゃんグロいかもごめんねグロいっしょ母ちゃん産んでもらったのにすまんな傷つけちゃって人にやってもらった方が正確だからこういうのは正直ね嫌だ嫌だ嫌とかじゃなくてさ そっちの方が多分い,いよ人にやっ,てもらっため <laughs> でやっぱ鏡見ながらやるってもやっぱ結構負担もねあるわけだからやってもらった方がやっぱ楽だよ俺普通に甘えちゃおうと思って押したけどやってもらった方がそれ正確だもんあらいやー 母の愛を受け止めろしょあ見てんねよしあこれは泣いてんのか見えたじゃん <laughs> 見えちゃった今黒い部分ねえずっと気使ってくれたじゃんお前らあら似合うえ,え キャプテンじゃんありがとう。これでも医療的に使うことあんのなんかあんま日常でね、眼帯つけてる人見ないからあれだけど、こちゃんと医療用にあんのかなこういう、キャプテンごっこしかあんまイメージないんだけど。あ待ち合わせ場所。 ざっくりしてんな。ジェイコブどこに暮らしてんだろうね。たぶんジェイコブも多分おい、おい。なんていうんだろう。あんまよく思われてない身だから、多分来るかしらね。約束。したからな。あ、いいじゃん、コンパクト、ちょっとなんか。見つけ出すけどね。来なくても。ちょっとあれだな

ダニエルのことを聞かせて。そうだ、ダニエルのこと知らないもんな、母ちゃんは。いやー、ここは正直に言うと親,親だしさ。言うこと聞かない。悪ガキだよ。あなたになんだ。あら。起きた。見て。彼。ああ。 待ってて。そう顔は知らないのかジェイコブっていう人の。あビシビック<お>全然違うと思うし、ね、太ったお前太,太ったよな、ね、お前なあ怒らないからちゃんと全部説明してくれ他に行くとこなくてそのあの夜ダニエルが戻ってきて ショックを受けてたみたいだったそれにサイレンが聞こえてきたから怖くなっただから君のテントからブランケットを借りて一緒に逃げたんだ小切れになったなお前君が稼いだお金も取ってやるえその車に置いてあるジェイクありがとうそうだったのかありがとうあの夜のダニエルがどんなだったか教えようか たたれた傷があっ,てあったなあひどい状態だったしかも一人ぼっちだからほっとけなかったんだ他のみんなはまあしっあ、でも先こっちかな他のみんなはどうなった <laughs> アンナペニー何か知ってるかフィントキャシディを探しに事務所に向かったのは見たそれが最後 <laughs> だよ <laughs> でもダニエルが あの夜何が起きたのか教えてくれたすごく怖い思いをしたってそれで暴走したダニエルは自分のしたことを償いたいと思ってるんだ償う必要なんてないだろあいつは何も悪くない俺が守るべきだったんだ言っておくけど牧師様には気をつけた方がいい時すでに彼女はダニエルを決して手放さないそうだなパ

許可なんか求めてないジェイコブねカレンよよろしく分かったうまくいくかわからないけど僕に考えがあるもう授業が終わる頃だけどリスベスはダニエルと教会に残って特別授業をするはずだ <laughs> その隙を狙えば事務所に忍び込めるかもしれないあいつがやっかな,なあ私は念のために見張りをしておく 連絡は無線でそれで行こうちょっと待ってええっと妹のサラも助けたいジェイコブ両親と<ん>引き離すっていうのかでもちょっと聞いてくれよ彼女は病気なんだだけどリスベスが祈りで治療するって言っててみんなもそれを信じてるんだ そとかあもんなんだけどさ。彼の助けも必要よ。状況一緒じゃん、別に。そんな。よ。そんな。リスベスはサラのカルテを持ってる。多分事務所にあるはずだ。それを盗んだら。手分けして、ダニエルとサラを助ける。ケル<い>。俺がダニエル、お前がサラとわけかえその作戦で行こう。 あいつだろう。そう、ショウよくそんな自信あるな俺、選択肢知ってるけど、ことごとく外してるぞ、俺。ついてこない選択肢しか選んでないよ、俺。ショウ、大丈夫間違いなく影響してるもん、これまでの話に。 ついてこない説だいぶ濃厚だけど、ショーン大丈夫よう言えたな、そんな強気で。ちょっと回心していかないかな。いや、でも切りいいな。一旦切ろうかな。ちょっと短いかもしれないけど。多分これ、とあれなんだよな。新しい入っちゃったら、入っちゃったらもうなんか、いっぱい出てくるんだよ。そ調べられるもんが。 見る、三角見るがさ出てきちゃうからちょっと一旦切ろうか導入だけ見るか導入だけあ帰ってきた多分ブラックリストなんだよな聞こえるありがとう母ちゃん ここからは慎重に行こうもし見つかったら僕が話するからああ分かったえこれちょっとごめん走らなきゃ急にまあいいやここここここで一旦切るわじゃああだした